e s 7 0には東京大学宇宙航空研究所によって開発された液体水素、液体酸素を推進剤とする水力7トン級の上段用のロケットエンジンである。10トン級ロックス、LH2 エンジンの成果をコンポーネントレベルでフィードバックしており、LE-5 の開発に失敗した場合には10トン級エンジンをバックアップとして使用する予定であった。 本機を搭載した実機が打ち上げられることはなかったが、開発過程で得られた知見は、後の LE-5 シリーズをはじめとする日本の液水、液酸系推進系の開発に活用された。液体酸素と液体水素を推進剤とした実際に稼働した最初期のロケットエンジンである。 当初は低軌道投入能力は 500kg の M-2H の第二弾用エンジンとして1970年代から開発が始められた。噴射装置は合計90個の同心円で配置されたアーボポンプの突出圧力は液体水素ポンプが 44kg 平方センチメートル A、液体酸素ポンプが 35kg 平方センチメートル A だった。 ターボポンプは宇宙圏方式と称される直列に軸反転式で中央部にタービンがありガス発生器からのガスで液体水素ポンプ駆動用のタービンを駆動後反転する液体酸素ポンプ駆動用のタービンを駆動する構造だった推進剤のタンクは液体水素タンクは再生冷却で気化した水素ガスで加圧し液体酸素タンクはタービンの排気で 液体酸素を熱交換器で気化して液体酸素タンクを加圧する構造だった。液体水素と液体酸素を同じ割合で燃焼するために不正予弁でターボポンプから吐き出された液体水素の一部をタンクに戻して調整した。エンジンの燃焼サイクルはガス発生器サイクルを採用しガス発生器で発生させた水素リッチな低温燃焼ガスを用いてターボポンプを駆動し、 燃料を昇圧する。駆動に用いられた燃焼ガスは排出される。使用されるターボポンプ TP-703 は宇宙圏方式とされる他に類を見ない独創的な形式である。ありがとうございます。